こんにちは、サックスの川原塚雄二です。今日はよく聞かれる質問というか、そこまで皆さん気にしてないのかなということがあるんですけども、リードとマウスピースのこのつけるときに、このレールにこう上に合わせますよね。合わせるときに、よく髪の毛1本分下げるとか言うじゃないですか。それは正解なんですけど、間違いというかちょっと言葉が足りないなっていう部分があって、その辺をですねちょっと今日解説していこうかなと思います。なので初心者の方はもちろんこのセッティングのところからわからないと思うので、参考になると思いますし、日頃吹いてらっしゃる方も、そこまでもし考えてないとしたら、この動画を最後まで見ていただくと何かヒントになることがあるかもしれません。ということで始めていきます。はい、まずですね、その髪の毛1本分っていうのは何から来てるのかっていうことなんですけど、僕も教本に書いてたりします。で、髪の毛1本分っていうのは結局そのリードをマウスピースに合わせるときになるべくギリギリまで上に行きたいわけですよ。行きたいんですけど、リードの方がマウスピースのレールよりも飛び出しちゃうと、ちょっと割れやすいとかそういうことがあるので、飛び出しはしたくないということで、ジャストで合わせるとその辺がうまくいかないかもしれないので、ほんのちょっとだけ下げてください。それが髪の毛1本分ぐらいじゃないですかね、もうほぼだから同じですみたいな言い方をするところから始まって、定説みたいになってるんですけど、マウスピースってこの隙間がありますよね。隙間があるので、隙間がある状態でこう見てて髪の毛1本分っていうのはまず間違いです。この隙間をなくした状態、ぐーっと押してくっつけた状態で髪の毛1本分、これがまず髪の毛1本分だとするならば、このやり方が合っています。で、この髪の毛1本分っていうところがですね、ちょっとこれわからないので、ちょっと今絵を描こうかな。はい、これわかるかな。マウスピースのこのレールの絵です。で、これにリードを当てていくんですけど、はい、リード赤い線なんですけど、この横はどうでもよくて、この上のこの部分の赤い線が黒い線より下がってるじゃないですか。これだからちょっと下にセッティングしてるっていうことですよね。これリードをグッて押した状態で、くっつけた状態で下だなっていう風になってるんですけど、この間リードカッターの話しましたよね。先端をこうピローって切って、薄くなったリードを厚く感じさせる、復活させる方法ということで紹介したことがあったんですけど、リードを短くするっていうことはリードが下がってる状態のものを余計切るわけですから、同じ場所でセッティングするとしたらリード全体をこう上に持ち上げてマウスピースに合わせるっていうことになってきますよね。だからリードを上の方にセッティングするっていうことは厚く感じるっていうことになるわけですよ。なので今これだけの隙間を空けてますけど、もう本当にジャストギリギリぐらいのところにセッティングするということはリードを厚く感じることができる。だからちょっとこのリードペライなと思ったら上側にセッティングする。逆にこのリードちょっときついなって思ったらちょっとこれぐらい下にセッティングするっていうことになります。マウスピースのこのティップレールのこの幅ありますよね。この幅の中で加減するわけですよ。これ以上下げちゃうと息が漏れる感じになってしまうのであまりおすすめはしないんですけど、で逆にじゃあ上にセッティングしすぎたらどうなるのか、こういう状態ですよね。リードの方が飛び出ちゃってる状態で、飛び出ちゃってるとターニングをした時にリードの方が先に触れるわけですよ、ベロに。なので、割れちゃうんじゃないかとか、でさっきも僕も割れやすいっていう話ちょっとだけしましたけど、実際にはほんのちょっと出るぐらいだったらほとんど割れないです。なのでこれ薄いなと思ったらちょっとぐらい飛び出しても僕は大丈夫と考えています。実際にこれ多分やったことない人もいるかもしれないんですけど、この可動範囲でですねリードをちょっとセッティングして試してみてください。かなり水槽感を変えることができます。で、音はそんなに変わらないです。だからリードを選んでいく過程の中で、例えば近所のカラオケボックスで今日の本番用のリードを午前中に選びました。で、これで今日の本番行くんだと思って現場に着いたら、割とカラオケボックスよりかは響かない環境で、リードの感じがちょっと違っちゃったっていうこともいっぱいあると思うんですけど、その時にこの可動範囲、セッティングの場所をですねちょっと変えてみて、それでちょっと試してみてください。結構いいポジションが見つかるかもしれないです。だいたい本番の時って練習の時にちょうどいいなと思ってたリードが薄く感じることが多いんですよ。力入っちゃうので。
練習の時にセッティングしていた場所よりもちょっとリードを上にですね、ギリギリ、もうもしそれでも薄かったら飛び出しちゃってもいいと思うんですけど、それでセッティングすると割といいことが得られるかもしれません。で、その場所をずらすとリードミスしちゃうんでしょうっていう方たまにいらっしゃるんですけど、リードミスはまたちょっと別なんですね。あの、噛みすぎだったりとか、その口の噛み具合、力の入れ方と息のバランスがずれた時にリードミスっていうのは起きるので、このリードのセッティング場所をちょっとずらしたぐらいでリードミスが出やすくなる、出にくくなるっていうのは僕はあんまり関係ないかなと思っています。じゃあ実際にそれをですね、ちょっと音で、まあ音はね多分伝わらないと思うんですけど、僕自身がそのどう感じるかっていうのをちょっと感想を交えながら、やっていこうかなと思います。グーって押した時に見えない、ちょっとしたっていう感じですよね。まあこんな感じ、これを今標準としますね。でこれをじゃあレールギリギリまで、超ギリギリまで下ですね、グーって押した時にもうこれぐらい、ちょっと伝わるかわかんないんですけど、だいぶ楽です、すごく楽に、なんか薄いリード吹いてるなって感じ。じゃあ今度逆にジャスト、もしくはほんのちょっと出ちゃってるぐらいかな、ぐらいでちょっとやってみますね。これだとすっごく厚く感じます。そのどれぐらいなのかっていうと、例えば1箱10枚の中で、順番にもし吹いてったとしたら、その中で一番薄いのとその中で一番厚いのの差ぐらいはここで調整ができます。ちょっともう一回、いつもの位置に戻してみますね。さっきよりはやっぱ薄く感じますね。まあその下げたほどじゃないですけど、セッティングの位置をね微妙にずらしてみてやってみる。で僕のリードはだいたい厚さいくつみたいのをこう数字で書いてあって、しかもこれ下方向がいいとか上方向がいいとか矢印をちょっと書いてあったりします。リードを選ぶ段階でそういうこともしています。でこれマウスピースによってもちょっとその場所が変わってきたりすることもあるので、ご自分のマウスピースによってそれを合わせてみてください。マウスピースの作りがそんなに良くないものの場合、ここのそもそものこのティップレールがですね、なんか存在しないやつとかあるんですよ。もうスッてなだらかになっちゃってて、そういう場合はちょっと下げちゃうとあまりいい結果にならないことがあるので、まあ、このレールがあるマウスピースで、そのレールの幅の中でこうリードの前後を調整してみるっていうことをちょっと、おすすめします。でもう一つ、このリガチャーの位置ですね。あのよく言うのはこのリガチャーを、まあ、このちょっと手前の方で固定した方がいいのか、それともこうグッと奥で固定した方がいいのかっていうことをよく、聞かれるんですけど、まあ、これメイヤーですよね。でメイヤーのこの純正の、これちょっと昔のやつかな、の場合だとそこまで可動域がないので、割とこの場所に決まっちゃうんですけど、例えば、まあ、こういうメタルのマウスピースの場合ですよね。それだと、まあ、この辺で固定した場合とこの辺で固定した場合、結構ですね水槽感が変わります。でこれどっちがいいかっていうことではなくて、あのその人によったりとか、その人のその時のリードによったりするので、これもこのリードの取り付け場所とともにちょっと調整していい場所っていうのを見つけてみてください。まあ、ただリガチャーの前後の位置っていうのは、そのリードをさっき変えた時よりかは影響が全然ないと思います。リードをちょっとこうねコンマ何ミリか動かしたっていうところの方がすごく影響が出るかなと思いますので、ぜひですね、今までその辺考えたことなかったなっていう人はこれ試してみてください。あの今まで厚くて使えなかった、薄くて使えなかったリード、リードカッターをやる前にちょっとこれをやってみるといい結果が得られるかもしれません。ということで今日はですね、このリードのセッティング場所についてお話ししてみました。どうもありがとうございました。